皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日は今更聞けないアミノ酸とタンパク質の関係についてお話ししていきたいと思います。そもそもタンパク質というのは小さいアミノ酸がたくさん集まってできた集合体のことを指しています。すなわちアミノ酸というのはタンパク質を構成する最小単位のことになります。アミノ酸というのは、自然界に約500種類以上あるというふうに言われているのですが、私たちの体を構成しているアミノ酸は500種類あるうちのたったの20種類というふうに言われています。その20種類には何があるのかというと、大きく2つに分けることができまして、必須アミノ酸と非必須アミノ酸の2つに分けることができます。必須アミノ酸というのは9種類あります。バリン、ロイシン、イソロイシン、リシン、ヒスチジン、トリプトファン、メチオニン、スレオニン、フェニルアラニンの9種類を必須アミノ酸というふうに呼んでいます。この9種類のことをサプリメントで言うと EAA というふうに呼んでいます。もっと細かい話すると、 EAA 9種類の中に含まれているバリン、ロイシン、イソロイシンのこの3つを合わせて BCAA というふうに呼んでいます。なので必須アミノ酸9種類の中には BCAA のアミノ酸3種類も含まれているということがまず1つポイントになります。で、残り11種類を非必須アミノ酸というふうに呼ぶんですけれども、アスパラギン、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、システイン、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、プロリン、セリン、チロシン、この11種類になります。9種類の必須アミノ酸と11種類の非必須アミノ酸、全部で20種類で私たちの体は構成されています。アミノ酸っていうのはタンパク質を構成する最小単位というふうにお伝えしたんですけれども、私たちが日頃の食事でタンパク質を多く含むお肉やお魚を食べたとすると、消化していく過程でタンパク質がアミノ酸に分解されます。それをまた体の様々な部位の材料にするために、その部位に合ったタンパク質に再合成されて、私たちの体は出来上がっているというわけになります。よくお問い合わせでビーレジェンドプロテインには EAA だったり BCAA っていうのは含まれていますかっていうようなお問い合わせをよくいただくことがあるんですけれども、プロテインはアミノ酸20種類の集合体になりますので、ビーレジェンドプロテインには必須アミノ酸9種類と非必須アミノ酸11種類の20種類のアミノ酸は全て含まれていますので、タンパク質とアミノ酸の関係を分かった上でサプリメントも合わせてご活用いただけたらなと思います。で、本日はアミノ酸とタンパク質の関係性についてお話しさせていただきました。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。